株式会社朝鮮放送は、大韓民国の放送局で、主に、ケーブルテレビ向けに放送を行う、総合編成チャンネルである。チャンネル名は、テレビ朝鮮、韓国語表記、TV スローガンは、人そして人。韓国では、1980年の全都間、政権下での言論統廃合政策により、放送局の統合が行われ、放送局は、 KBS と MBC の2局に統合されると同時に、新聞や大手企業の放送事業参入が禁止されていたが、2009年7月22日に、新聞法、放送法、IPTV 法の三法が国会を通過し、大企業と新聞社の放送事業参入を認められることになった。この法改正を受けた、新規参入放送局の一つである。t 朝鮮は、 放送通信委員会から、誤報や、変更報道等を理由に、2014年13件、2015年11件、2016年8件、等を、毎年多くの制裁処分を受けている。2020年には、放送免許の更新審査に際して、放送の公的責任、公正性の実現の項目で基準点を超えなかったと、し、 放送の公的責任及び公平の観点から重大な問題が明らかになった場合、再承認を取り消すことがあるという条件をつけて3年間の条件付き再承認となった。なお、前回の更新審査の際も条件付き再承認であった。総合編成のチャンネルとしてニュース、ドラマ、音楽、バラエティなど幅広い分野の放送を行っている。ありがとうございます。